メッセージボトルは流れてきていないのかしら。何も流れ着いてる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、めっちゃなんか鼻の匂い嗅ぎながらドーナツ食べようやけど。かわいい。かわいい。あ、めっちゃ食べよる。いいね、いいね。そういうのもあるんや。ほんとなんかいろんな仕草が増えとって面白い。あ、で、ぴょん太郎や。あ、おったおった。このぴょん太郎がさ、こっちの方に来てくれないかしら。こっちの方に来てくれないかしら、ぴょん太郎。遠くから眺めよったらそのうち移動する。お、移動しよる、移動しよる。近くにおったら多分ずっと同じ場所におるんよね。で、ほら、ぴょん太郎ね、後ろを回らせんような感じになっとるんやけど、このあつ森で。実はなんか、ちげえ。あ、違う。ちょ、待って。どれだった？これか。このモーションを目の前ですることによって、ぴょん太郎が一瞬止まるらしいんよね。で、その止まってる間に、あ、ちょっと待って。私が呪い。私がめちゃくちゃ呪い。クシュン。ほら、これで後ろから話しかけれるっていう。悪いんだけど後ろジュルジュル見ないでくれる？なんもついてないって。そこに思いっきりチャックがついてますけどね。クシュ。は。ダメったらダメ。楽しんでない？楽しんでます。あ、ちょっと待って。今のは聞いたのか？でも一応止まっとったんか。はい、そこ。後ろ見ようとしない。どこまであるんやろ、これ。へい。延々と。もう見ないでってば。勘弁してよ。中に入ってるのはおじさんですか？なるほど。もうここまでらしいね。こういう感じで、ぴょん太郎の後ろに回ることができると、いいね。いいね。このなんかひらひらまゆる花びら別に何も関係ないよね。何も関係ないよね。なんか捕まえたくてしょうがないんやけど。さあ、向こう側とかには、メッセージボトルは流れてきていないのかしら。何も流れ着いてる。なんか違うものが流れ着いてるんですけど。むにゃむにゃ。起きて、ジョニー。おうの、そちらは取り勝ちです。面勝ちは右。多分、お箸を持つ方。まあ、利き手にもよるとは思うけど。スースー、ふが、スースー。起きて。口の中がしょっぱい。起きろよ、おい。お、起きた。グッドモーニング。ご機嫌いかがですか？って、アイナさんじゃないですか。どうもご無沙汰してます。あ、もう2回目からちゃんと覚えてくれとんやね。私、乗っていた船から海に投げ出されて気づいたらこのビーチに。そうなんです。ジョニーは遭難したんです。はい、ここ。笑っていいところ。この後はもう笑うところ普通も残ってません。何の話でしたっけ？そうそう、遭難したんです。やれやれ、また助けを呼ばなくては。やれやれはこっちだよ。ほら、この通信装置さえあれば。って、ん？オーマイゴッシュ。私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バッキバキに割れて、通信装置のパーツがほとんどなくなってます。これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。しかしそれでは一体いつになることやら。お願いです。どうか通信装置のパーツを集めてきてくれませんか？まあ、探すよ、探すよ。もう探し方のコツはつかんだ。ありがとうございます。あなたはなんと親切な人なのでしょう。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まっていると思います。数は5個ほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方はお任せするのでよろしくお願いします。てか5個あれば大丈夫ってそれ以外のパーツは何のパーツなんだ。お、待って、船虫みたいなの現れた。これは捕まえておくしか。今瞬間的に現れたよね。てか、超気持ち悪いんですけど。あー！散ったー！あ、捕まえた。捕まえとった。ん？これは、船虫を捕まえた。ビーチのお掃除ご苦労様。こっちに見せないでいただきたい。気持ちが悪いわ。あ、今ここ吹いたね。気のせいか。いや、気のせいじゃない。気のせいやった。気のせいやった。まあ、多分その辺歩き回りよったら、ここぐらいパパパーっと見つかるはず。ヘイジョニー。見つかりましたか？あったよ、あったよ。どうぞ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。これで大丈夫？ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。ん？どう？ジョニーより。これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとさんです。いえいえ。どういたしまして。まあ、これで無事ね。あ、もしかしてここの、いや、ラジオとかなかったわ。飯盒やった。歌が聞こえるのはあれかなって思ったけど、飯盒から音楽は流れねえ。よいしょー。今日は船虫を寄贈に来ました。虫が平気やとしても船虫は気持ち悪いと思う。ふうたくんはより一層やと思う。しかもあんなね、集まっておられるとより一層気持ち悪いよね。こういう足がいっぱいあるの嫌なんよね。はい、どうぞ。船虫。あ、いえ、なんでもありません。それでどうされます？やはり解説をご希望でしょうか？お願いします。あ、聞きますか。それでは、5本。実は船虫って雑食性なんですよ。何でも食べることから海岸の掃除屋さんなんて呼ばれているぐらいです。海沿いに生息しているため、泳げる虫だと思われがちですが、長時間の水泳には向いていません。長時間じゃなかったら泳ぐんや、キモ。見た目と動きの速さなどから、黒いアレに似ているとよく言われます。あー気持ち悪い。あー確かに似とんかな。まあそれはさておき、たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。他何かお手伝いできることはございますでしょうか？もう大丈夫。そうですか。では自由にご見学ください。虫も結構集まったかな。よーし、それじゃあ。そうよ、灯台立てよう、灯台。やっほー。アイナさん、どうもどうも。アイナさんに手伝ってもらって作ったキャンプサイト。おかげさまで問い合わせが増加してるだもん。お、マジで可愛い子呼んでよ。やっぱりキャンプサイトを作って気軽にお客さんに来てもらうという僕のアイデアは完璧だったんだもん。とにかくこれで外からのお客さんと移住者を増やして評判を集める準備は整ったわけだし。あとは実際にアイナ島の評判を上げていくだけだもんね。まあそれが一番難しいことでもあるんだけど。大丈夫ですよ、たぬきっちさん。私たち住民全員で力を合わせれば、きっとトトキキライブの目標だって叶えられるはずです。アイナさんだってそう思いますよね。まあ、大丈夫でしょう。しずえさん、アイナさん、ありがとなんだもん。よーし、頑張るだなもん。こっからもアイナさんの協力にかかってると思ってるから、引き続きよろしくだもん。次の計画について詳しく相談したいから、また時間のある時に何をすればいいって聞いてちょうだい。ほうほう、了解です。今日は何もないね。あ、そうそう。アイナさんに一つだけお知らせしておくことがあるんだらもん。この島にできたキャンプサイト。来客を待つのもいいけど、せっかくなら積極的にお客さんを呼び込みたいよね。そこで新しくアミーボを使ってキャンプサイトにお客さんを招待できるサービスを始めることにしたんだらもん。おー。タヌポートから使えるようにしてるから、動物の森シリーズのアミーボを持ってたら、ぜひ試してみてね。なるほど。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。じゃあ、あっちまで行かんでもここでできるんやね。うんうん。ってことで、ちょっと私、灯台を立てたいんだ。たぬきマイル交換かな？結構溜まったね、マイルも。どこですか？どこですか？あ、電話ボックスとかも欲しいね。いい感じ。灯台これやん。5000もいるの。高い。交換します。交換します。だってやっぱり、島の中もね、ちゃんと綺麗に整備していきたいけん。ケチケチしよる場合じゃないわ。かわいい。よーし、それじゃあ。いらないものを売り飛ばして、株価も見とこう。アンチョビが走りよるなんか。どうもどうも。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ってことで、ガーデンライトはいる。アサリがいらない。アサリだけか。じゃ、とりあえず、はい、どうぞ。これ、いくらになるの？アサリですね。それなら100ベリで買い取らせていただきます。あんなちっこいの1個で100ベリやったら結構いいんじゃない？ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。株価は株価。今日の株価を聞きたいです。今日の株価は？ただいまの株価は1株107ベルでございます。107ってことは買った時よりも1ベル安いんかな。じゃあちょっとやめとくわ。んで、このラジカセが欲しい家にあるのね、ボロッチー券。そちらの商品はキュートなオーディオプレイヤーでございます。中がなんかハートやスピーカーの部分。2600ベル買えます。毎度ありがとうございます。2600ベル間違いなく頂戴しました。よーし、オッケー。じゃあこれで交換してくるわ。さて。で、レシピは増えたけど、作れるイースター家具は増えたのか？何か作る。イースターのベッド。ウッディの卵。じゃあ、木揺すった時の、見えとるやつは葉っぱの卵で、ウッディの卵っていうのは、斧で切ってやらんといかんやつってことかな。ちょ、待って、斧。やっぱ、じゃあ海の中じゃなくって、木で2種類、2種類あるってことや。じゃあ斧をちょっと。で、もう1個のやつは何が必要なの？イースターのテーブルかわいい。地面の卵があと2ついるんやね。なるほど。ちょっと斧を。よーし。出てくるかな？何にも出てこねえ。全然出てこねえ。出た。あれがウッディの卵や。なるほどね。じゃあこれで、できるわけですね。DIY で何か作ろっかな。作ります。これは無人島に出発したら、卵はこの島でしか取れんってことかな。イースターのベッドめっちゃ可愛いやん。ただの卵やん。ただの卵やん。でも海の中がないって分かったけん、もう楽だね。オッケー。よし。こっちの手前の方にはないんかな。その地面のやつ。そしてイースター家具は一体何種類あるんだろうか。こっち側に、なんか黄昏れとるハンナちゃん。こっち側に、情けやね、なんか。渡っていった、丘の上とかにある感じかな。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そのうちの、渡っていった向こう側、丘の下ぐらいのところに公園も作りたいなってちょっと思うよね。橋も架けたいし。